学生時代に、食品眼とかをコンビニで見て、でそれで買っていろいろ集めてたんですけど、でそれを見て、すごい単純にすごいなと思って、もともとその造形をやるその大学に通ってまして、でそこでいろいろ粘土を使って制作するっていうことをやってたんですけど、でそういう中で、フィギュアとかは全く作ってなかったけど、ちょっと作りたくなって、その学校のこういう勉強とはまた別で個人的にそういうフィギュアとかを作ったりとかして、どんどんもう興味がそっちに行った感じですね。で自分もフィギュアを作る原型師になりたいなみたいな感じですね。17号はずっと作りたかったんですけど、正直候補キャラクターはいくつかまだあって、でただどれもそのメインキャラクターではなくて立体化される機会が少ないんですよ。なんか「ドラゴンボール」の原作だと悪役なんですよ。なので残虐だったりするんで、もう共感性もあんまりないし、ほんとどちらかというとデザインに惹かれたっていうところですね。キャラクター性というよりは、ポーズは結構、最終的にはちょっと悩んだかなというところですかね。けどやっぱキャラクター性とかを考えると、今回のポーズがいいのかなとは最終的には思って、このポーズで作らせてもらいました。正直強みは自分では全くわからない、ほんと矛盾するんですけど、原作の再現をすごくしたいコマとかもなるべく矛盾がない、破綻がないように作りたいっていう欲もすっごくあって、今回はそれがかなり出せたので、っていうのもありつつ、先ほど言ったようになるべく今まで出てないポーズを作りたいっていうのもあったりするので、こだわりがあるようでないようなとこが強みかもしれないですね。意外に、この線が正解だなって思ってやるときが意外と当たんなくて、なんかたまたま失敗じゃないですけど、手が滑った時のシワ、手が動いちゃった時の方がいい意味で作為的じゃないというか、この流れありだなっていう時は確かにありますね。今回17号がこちらに向かって突進してくるみたいな感じの場面のポーズなんですけど、この髪のなびき方が結構そのキャラクターの髪の造形をのイメージをなるべく崩さないようにしつつ、躍動感も出したかったので、毛先のこの造形の表現とかはどういうふうにまとめようかなというのは作りながらも結構悩んで、そこが一番苦労したところです。ちょっと理由とかは自分でもあんまり分かんないんですけど、17号を作るならこのポーズかなっていうのはちょっと直感的なところなんですけど、だから最初のその自分のイメージとかをもうそのまま突き通した方がいいんじゃないかなと思って、作りました。そうですね、優勝してすごく大きな変わったことっていうのはそんなになくて、肩書きとして日本代表っていうので出るからには自信を持ってじゃないですけど、自負を持ってやんないといけないなと、恥ずかしくないものを作らなきゃなと思っては出てますけど、前回そのトランクスを作らせていただいたんですけど、それはポーズもその原作になかったり自分でアレンジしたところもすごく多かったんですけど、そことはもう本当正反対で、今回は原作再現のこのコマを立体化するっていうのをコンセプトに自分で作ったので、原作と違うところはあるんで、今回もあるんですけど、原作を意識したっていうのを注目して見ていただければなと思います。
Yeah!